発症風による筋肉の発作で苦しむ人の絵発作とは、痙攣や、痙攣発作等の症状が突然再発したり、強まったりすることを指す。このような短時間で頻発する症状は、様々な臨床症状で見られる。通常、多発性硬化症や百日咳と関連しているが、脳炎、頭部外傷、脳卒中、喘息、三叉神経痛、ふんどけいれん、転換、マラリア、 脊髄老ベーチェット病、発作性やカンヘモグロビン尿症などの他の疾患でも観察されることがある。また、子供の満足障害の症状としても指摘されている。ペルオキシズムは、突然の発作、暴発という意味で、ギリシャ語の πα ロークサイウプシロニシャグマミュウの、苛立ち、生き通りに由来する。様々な疾患における発作が広く報告されており、 この現象の基礎的なメカニズムの一つとして、脱髄神経のヒシナプス性ニューロン結合が推定されている。これは、脊髄神経の脱髄を伴う多発性硬化症や、脊髄炉にこの発作が見られることからも支持される。運動、触覚刺激、熱湯、不安、頸部屈曲などが、発作的な発作を誘発することがある。発作の多くで、疼痛を伴う強直性痙攣。 高温障害や運動失調、痺れ、変麻痺などが報告されている。発作は他の一過性の症状とは異なり、短時間、頻回、定型的な様式、薬剤への優れた反応性が特徴である。また、神経学的初見が残らずに症状が収まることも、この病気を認識する上での重要な特徴である。ありがとうございます。